こんにちは。ムキモです。今日は、中央大学法学部の和訳問題を一緒に解いてみたいと思います。制限時間は口頭で回答する場合90秒です。筆記で回答する場合は、一時停止して5分で解いてみてください。The fascination with the information technology revolution, represented by the internet, has made some rich countries wrongly conclude that making things is so yesterday that they should try to live on ideas.回答例です。The fascination with the information technology revolution, represented by the internet, has made some rich countries wrongly conclude that making things is so yesterday that they should try to live on ideas. インターネットに代表される情報技術革命に魅了されたことで、ものづくりはあまりにも、昨日のもの、であり、着想によって生計を立てる努力をすべきであるという結論に誤って達してしまった富裕国も現れてきている。解説です。The fascination with the information technology revolution, represented by the internet. が主語で made. が述語動詞 some rich countries. が目的語です。目的語の直後に原形不定詞の conclude. が来ています。副詞の wrongly. は動詞の conclude. を修飾しています。使役動詞make.プラス、X、プラス、原形不定詞、の形で、X に何々させる、という意味になります。has made は、現在完了形なので、富裕国も現れてきている、というふうにインターネットの出現から現在までの変化を反映した訳になっています。従属接続詞 that が導く名詞接が動詞 conclude の目的語となっています。Making things は、動名詞句で、従属接内で主語となっています。That 接内は、so that 構文となっています。この形で、非常に何々なのでほにゃらら、という意味になります。シングルクォーテーションマーク、あるいは一重引用符、で囲まれた。Yesterday は、辞書的には、昨日、という意味ですが、引用符で強調しつつ、比喩的に、過去、を表しています。Live on X は、X に依存して生活する、X で生計を立てる、という意味を表します。本文では、文の主語の Fascination は、無生物主語なので、主語全体を、何々ことで、という風に副詞表現に変えて訳出しています。英語の無生物主語は、日本語においては副詞として訳出すると自然な表現になることが多いです。それでは、その他の語彙について確認しておきましょう。名詞の Fascination は、魅了された状態、魅惑、という意味です。The Information Technology Revolution は、情報技術革命。Represented by X は、X に代表される。
という意味です。The Internet は、インターネットです。教わるときは、The Internet というふうに、定冠詞とセットで大文字で始めるように言われますが、このように小文字で始まる表記も散見されます。形容詞の、Some は、いくつかの、形容詞の、Rich は、冬な、名詞の、Country は、国、副詞の、Wrongly は、誤って、という意味です。動詞の、Conclude は、何々という結論を出す、名詞の、Thing は、もの、という意味です。助動詞の、Should は、義務、当然、を表しており、何々すべき、という意味です。Try to be は、V しようとする、V する努力をする、名詞の、Idea は、着想、発想、考え、という意味です。最後に音読しておきましょう。The fascination with the information technology revolution, represented by the internet, has made some rich countries wrongly conclude that making things is so yesterday that they should try to live on ideas. インターネットに代表される情報技術革命に魅了されたことで、ものづくりはあまりにも、昨日のもの、であり、着想によって生計を立てる努力をすべきであるという結論に誤って達してしまった富裕国も現れてきている。The fascination with the information technology revolution, represented by the internet, has made some rich countries wrongly conclude that making things is so yesterday that they should try to live on ideas. インターネットに代表される情報技術革命に魅了されたことで、ものづくりはあまりにも、昨日のもの、であり、着想によって生計を立てる努力をすべきであるという結論に誤って達してしまった富裕国も現れてきている。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。